1分でわかるミステリーの通説。日本を代表する女流作家紫式部、54条に及ぶ世界最古の恋愛小説源氏物語はおよそ20の言語に翻訳され、今なお世界中で愛され続けている。その源氏物語が書かれた平安時代中期、宮中には2人の天才が存在した。源氏物語を書いた紫式部と枕草子を書いた清少納言である。そんな2人には驚くべき因縁があった。紫式部は一条天皇の皇后彰子の家庭教師として仕え、清少納言は同じく皇后定子の家庭教師として仕えていた。2人は文学的ライバルというだけでなく、二大派閥の敵同士だったのである。紫式部の源氏物語が完成したとされる年から1000年、今年日本各地では様々なイベントが企画され、再び脚光を浴びている。しかしそんな中、驚愕の新説が。源氏物語を書いたのは紫式部ではありません。なんと源氏物語の作者は紫式部ではないという。我々は様々な文献を紐解き徹底調査。すると浮上したのは紫式部説を否定する数々の証拠だった。源氏物語が書かれた、半世紀も前に廃れているということになります。なんと源氏物語に書かれている楽器が紫式部の時代には使われていなかったことが判明。さらに子供を産み育てた経験のある紫式部が書いたとは思えない信じられない記述が。2ヶ月でだんだん寝返りなどお打ちになる。果たして源氏物語の本当の作者は誰なのか。源氏物語を書いたのは女性ではありません、男です。なんと世界最古の恋愛小説を書いたのは男だった。ではなぜ紫式部が源氏物語の作者とされたのか。そこには天皇家乗っ取り計画の陰謀、そして紫式部と清少納言の女の戦いがあった。源氏物語は男が書いていた。天皇家乗っ取り計画。そもそも紫式部が作者とされた根拠は何なのか。我々は神奈川の東海大学附属図書館へ。紫式部が、源氏物語を書いてたという証拠があるということで伺ったんですけれども、はい、置いてありますか。はい、ございます。案内されたのは厳重に鍵をかけられた書庫。立ち入り禁止の場所に保管されている。その証拠とは。こちらになっています。こちらが紫式部日記。それは紫式部が書いたとされる紫式部日記。そこに記された紫式部説の根拠とは。ここですね、こちらに時の帝が源氏物語の作者は、とても学のある人で、素晴らしいと紫式部を褒めたということが書かれています。その内容とは。帝が源氏物語の作者は日本語を読んでいるはずだ、実に学識があると仰せになった。私は召使いの前でさえはばかっているのに、宮中で学識をひけらかしたりしません。驚いたことに源氏物語の作者が紫式部であるという根拠はこの本の記述だけなのである。我々はミステリーを解き明かすため悠久の都京都で徹底調査を開始。最初に向かったのは紫式部ゆかりの寺。こんにちは。どうも。今日はよろしくお願いします。
どうぞお上がりください。我々はここで紫式部の意外な事実を発見する。すいません、紫式部のお部屋というのはどの辺にあったんですか？はい、うん、あのね、紫式部の部屋というのは、はい、この建物と昔同じところに建ってたと言われてます。そして、このようなあ釣り殿に似た建物のところで、書かれたであろうと。だからほとんどはここで、源氏物語に書いたと言われてますですね。はい、紫式部は大半をこの場所で過ごし源氏物語を執筆したという。なんと源氏物語は宮中で書かれたものではなかった。我々はさらに調査を続行。向かったのは源氏物語の写本を所蔵する古代学協会。そして我々が目にしたのは国の重要文化財である大島本。室町時代に書かれたものであり、現在出版されている源氏物語の多くはこの本が元になっているのである。全体的にこういうテレビで映したのは初めてだろうと思います。なんと完全公開はこれがテレビ初である。我々は源氏物語の内容を徹底調査すると、紫式部説を覆す新たな証拠を発見。子を持つ母親であった紫式部であれば決して間違えるはずのないミスを犯していたのだ。生まれて2ヶ月の赤ん坊がだんだん寝返りなどお打ちになる。妊娠して3ヶ月ほどで腹がひどく目立ち、周囲の人が気づく。そして我々はさらなる驚きの情報を入手。源氏物語の中に登場する楽器大七力。しかし武学の解説書である教訓章にはこの楽器が紫式部の時代にはなかったと書かれている。果たして本当なのか。平安京雅楽の専門家長谷川氏に聞いてみると、966年弘法3年に廃れたと書かれております。それが事実であれば、源氏物語が書かれた、半世紀も前に廃れているということになります。なんと大七力は紫式部の時代には使われていなかった。さらに我々は当時の歴史について調査すると、なんと紫式部が宮仕えしていた数年間に宮中で2度の火事が発生。紫式部はほとんど宮中で過ごしたことがなかったのである。ではなぜ宮中のことなど書けたのか。やはり源氏物語の作者は紫式部ではなかった。さらに源氏物語を書いたのは女性ではありません、男です。なんと源氏物語の作者が男だとすれば、それは一体誰なのか。我々の調査で新たに驚きの事実が。絶世の美男子光源氏の正体とは。さらに源氏物語が誕生したとされる年と王子の誕生との奇妙な一致とは。どうしても源氏物語は必要だったんです。ついに天皇家乗っ取り計画の全貌が暴かれる。それは南北朝時代に書かれた源氏物語の解説書。ここに光源氏のモデルが書かれています。光源氏を左大臣になぞらえている。光源氏のモデルが左大臣、その人物とは。それは源隆明という人物です。源隆明が晩年に書いた自分の自叙伝であると考えております。源隆明の生涯と源氏物語のストーリーが多くの面で非常によく重なり合うんです。源隆明とは高い教養の持ち主で左大臣にまで出世した人物。文才もあり宮中の儀式にも精通していた。やはり源氏物語は男が書いていた。しかしここで新たな謎が。なぜ紫式部が源氏物語の作者になったのか。その黒幕は藤原道長です。
藤原道長とは紫式部が仕えていた彰子の父親。当時彰子のライバルだった定子には第一王子が生まれていた。彰子が王子を授かるためにはどうしても源氏物語が必要だったんです。夫が妻の元を訪れる通い婚が当たり前だった時代、世継ぎを作るためには源氏物語で一条天皇の興味を引き部屋まで来てもらうことが必要だったのである。この時ライバルに遅れを取っていた彰子だったが、我々の調査で新たに驚きの事実が判明。源氏物語が完成したとされる1008年、その年の暮れ、紫式部が仕える彰子に待望の男の子が誕生していた。その後定子が産んだ第一王子を退け、彰子の子は2代続けて天皇となるのである。そして藤原道長は太政大臣となり、政治の頂点に君臨するのである。では藤原道長は一体どうやって源氏物語を手に入れたのか。我々は藤原道長の妻に注目した。道長はその妻の家に足しげく通い、6人の子を設けている。その妻の父親がなんと源高明だったのである。道長は義理の父親である高明から源氏物語を手に入れていたのだ。やはり源氏物語は男が書いていて、藤原道長が天皇家を乗っ取るための道具だった。